皆さん、こんにちは。そして、えー、こんばんはの人もいますかはい。えー、私は、えー、ラスベガス、クラック高校のマタです、えー。今日は最後の AP ライブレビューになりました。えー、じゃあ最後まで皆さんと一緒に、えー、勉強したいと思います。よろしくお願いします。えー、では、えー、皆さん、また、えー、ペアデックで えー、質問とれから答えをお願いしたいと思いますので、よろしいですか。えー、これがジョイニングコード、そして、えー、あすみません、これがウェブサイトですね。えー、ジョイニングコードお願いします。えー、皆さんが、えー、とログインして、えー、いる間に、えー、カロリン先生に、えー、質問に答えてもらいますキャロリン先生お願いします。 Right, so, I have a question about how the writing portion works. Does it work like a regular keyboard where you could be typing in hiragana and possible kanji pop up, or do we have to change the settings of something to add in kanji? Okay, good question. Um, so my understanding because i don't actually get to do this is that one the most important thing you can do is do the practice exam you should have an email from the college board however um, yes um, possible kanji do pop up and it is set so that one um, also there's no predictive text text which you may be used to so that won't be there if you're used to that okay um, but yes when you type uh, a word uh, in Japanese. If you type "gako" and hit the space spacebar, uh, choices you know should come up. The word should come up, um, and so you don't have to uh, change anything. You also notice that when I show the the screen yesterday, you know you can toggle between hiragana and katakana. Um, but again, the most important thing you can do is take that practice, practice, practice. I can speak English. <laughs> take the practice.

えー、アニメ見ますか、えー、皆さんはどんなアニメが好きですか、えー、ピアデックを使って皆さん、えー、っと書いてください。タイプしてください。どんなアニメが皆さん好きですか、えー、ここにいくつか私も写真を載せました。これは、えー、ピカチュウですね。これは着ぐるみです。 えー、私も息子が、えー、小さい時にはポケモンですね、見ました。でももう、あのー、大学生で大きくなりましたので、あまり家で、えー、マンゴを見る、アニメを見ることはありません。でも教室で、えー、生徒たちと見るととても楽しいです。これはガンダムですね。えー、東京で、えー、大きな動く ガンが作られました皆さん知ってますかえこれは漫画のポスターですね。皆さん、えー、っと部屋にポスターはありますかそしてこれは、えー、東京ですね。アニメの、えー、広告が大きく見えますね。そしてここはスクリーンでしょうかいろんなアニメがありますね。ささあ皆さんが あすごいですね。すごいですね。いろんなアニメがありますね。鬼滅の刃。えあのー、アメリカで映画が始まったと聞きました。はい。あ、そうですか。はい。え私も、えー、鬼滅の刃を YouTube で見ました。まだ映画は見てません。あ、すごいですね。俳ーとかありますか 君の名は堀宮あ。ちょっと私は知りました。あ、ワンピース、ぶん長く続いていますね。はい、皆さんありがとうございました。えー、皆さん、えーと、アニメもたくさん見てくださいね。日本語の勉強になります。では、えー、続けていきます、えー。今日のトピックは、皆さん、クイズに答えてもらいます。皆さん質問 に答えてくださいこの問題の名前名前ですねは何ですかタイプしてください。えー、この問題はァ aspects をいう問題ですね。そして4分準備して2分発表するものです。さあ、皆さん、名前はわかりましたか、えー、タイプ できますか皆さんどうですかこの、えー、フリーリスポンスクエスチョンの名前ですね。どうですか皆さん。あ、そうですね。カルチャルプレゼンテーション。えカルチャーが入りますね。はい。そうですね。ちょっとあのー、 あ、いいですね。はい。皆さんどうもありがとう。ちょっとあの覚えにくい名前でしょうか。はい。ありがとうございます。これは Cultural Perspective Presentation, CPP ですね。皆さんありがとうございます。えでは、皆さんと一緒にこれから CPP を復習しながら勉強していきたいと思います。はい。 えー、CPP は5アスペクトを発表する問題ですね。私はここに5人の名前を書きました。以下の5人について CPP のトピックは何だと思いますかこの5人、大阪なおみ、大谷翔平、松山、 秀樹、八村塁、ダルビッシュ有、皆さん、この5人の中で名前を聞いたことがありますか、えー、?CPP のトピックは何だと思いますか皆さん、答えてください。どうですかはい、じゃあ答えあ、そうですね。はい、えー、日本有名な人。あ今 消しましまたかスポーツスポーツにか、あ失礼しました。スポーツに、いいですよ。どうあっ、日本語で書いてくださったんですね。はい、ありがとうございます。スポーツ、あいいですね。はい、すいません、もっと、あ日本のスポーツ。はい、いいですね。時間があるといいんですが、すいません、先に進みます。えー、では、大阪なおみさんは、 プロテニスプレーヤーです、えー。US オープンで優勝しましたね。そして大谷翔平はプロ野球選手です。えー、っと、アンジェロスにいますね。えー、投手とあピッチャーとバッター両方ですね。日本でもとてもファンが多いです。えー、松山英樹。 はプロゴルファー選手です、えー、マスターズに勝ちましたね。えー、タイガー・ウッズも勝った、えー、とても有名な、えー、ゴルフの試合で勝ちました。日本で大人気です。えー、八村塁、えー、プロバスケットボールプレーヤー、NBA でウィザーズにいますね。えー、八村塁、えー、選手はよくラスベガスに来るようです。 ラスベガスの日本食のレストランでよく、えー、とご飯を食べるようですね。そしてダルビッシュ U はプロ野球選手です。えー、この5人の CPP のトピックはどうでしょうか、えー、?Japanese Professional Sports Players という感じですね。はい、5アスペクトです。 ではもう一つ皆さんに質問します。えこの5つのものの c p p のトピックは何だと思いますか皆さんどうですかこれは寿司、カラオケ、絵文字、折り紙、漫画、どうでしょうか皆さんこれ漢字は読めますか 全部漢字ですねどうでしょうか考えてみてください。もう絵文字は今とても人気がありますね。どうでしょうかじゃあ皆さんの答えをちょっと。あ日本が作ったもの。いいですね。日本の文化。あ失礼しました。すいません。はい。えーと有名な ですねはい、日本のの作ったものですすね、はい、ありがとうございます、えー、これは寿司ですねカラオケ皆さんカラオケ歌いますか絵文字そして折り紙作ったことありますかそして漫画えこれはちょっとあの言葉で言うと難しいんですけど えーと日本のもの、カルチャーでもいいですね。もう世界中で、えー、人気に出たものですね。はいえー、このように CPP は、えー、カルチャーに関係したトピックがありますね。そして5つの例、えー、について話すという問題になっています。では、えー、ここで復習しましょう。えー、この ビデオの中では、この特徴ですね。そして、どうやって問題を解くか。そして、えー、練習もします、えー。ちょっと時間の関係で、えー、採点をしてみます。はい、それから、まとめを最後にします。はい、よろしいですか、はい。まず、特徴ですね。 えー、これは日本の文化に関係したトピックになります。えー、ま見てきたような有名な人とか、えー、ありますね、はい。そして4分準備します。そして2分発表します。そしてその中に必要なことがあります。それは introduction。 そして5 aspects. それから on view が perspective ですね。そして、えー、conclusion ending remark が必要になります。よろしいですかはい。では、えーと、覚えておくといい、えー、例文を見てみます。introduction ですね。今日は トピックについて話しますいろいろな例があると思いますが今日はトピックについて発表します一、えー、つ必ず一つは覚えておいてくださいはい、では次は5 aspects ですね、えー、いろいろな言い方がありますが一つ覚えてください、えー、まずはじめに最初に 1> 第1に、そして第2に、あ、すいません、失礼しました。次に、第2に、それから第3に、第4に、第5に、そして他のトランジッションもありますね。それから、そして、けれど、 という、えー、ものを覚えておくといいですね。はい。では、次の必要なの。それは、on、え、view、ー、とか perspective ですね、えー。その言い方として、私の考えとして何々と思います。とか、結論として、私は何々と思います。えー、必ず一つは覚えてくださいね。 そしてコンクルージョンですね、えー。いろんな言い方がありますが、これで終わります。ありがとうございましたあ。これで私の発表を終わります。ありがとうございました。えー、いろんな言い方がありますが、一つ、必ず一つは覚えておくようにしてください。そして、えー、っと4分の間、準備がありますので、 このようにオーガナイザーを使って、えー、5アスペクトそしてエラボレーションディテールそれからパスペクトなどを、えー、オーガナイズして準備してくださいこれは、えー、と試験の当日紙がありますので自分で作ってくださいよろしいですかはいそれからルーブリックスも 見ていきます。スコアリングガイドラインですね。えー、と他のフリーリスポンスと、リスポンスクエスチョンと同じように、えー、タスクコンプリッションが一番大切ですね。そして、えー、CPP で、えー、皆さんに注意していただきたいのは、この3つ、1 2,、2、3、3つの点に、えー、注意してください。1つは、All aspects As。 い,いろいろありますね。えっ、ー、と、introduction、それからファ aspects、それから elaboration details、そういうのが全部入っているかということですね。そして、organization がありますね。そして、えー、これは、えー、必ず覚えておいてください。cultural information がきちんと、えー、正確に、えー、話しているかということも スコアにスコアリングに関係しますのでよく覚えてください。よろしいですか、えー、?6543210 とあります。はい、では皆さん、えー、と練習してみましょう。よろしいですか、えー 2分、えっ、ー、と、レコーディングしてもらうといいんですけど、ちょっと時間の関係で、えー、サンプルの答えを聞いて、皆さんに、えー、スコアリングをしてもらいます。はい。えー、では皆さん、えっ、ー、と、オーガナイザーを用意してもらえますか。はい。えっ、ー、と、オーディオを聞きながら、えぇ、ー、5アスペクト。 5、えー、aspects of Japanese toys and games ですね。よろしいですかはい、えー。この部分がオーディオにありますね。じゃあ皆さん、えー、っと、オーディオを聞きます。よろしいですかはい。では、聞いてください。 Present your own view or perspective on Japanese toys and or games. Discuss at least 5 aspects or examples of Japanese toys and or games. Begin with an appropriate introduction, give details, explain your own view or perspective, and end with a concluding remark. You have 4 minutes to prepare your presentation. Hi えここから四分準備の時間があります。そして四分経つと、えー、次のようなアナウンスメントが聞こえます。2> 2あ、失礼しました。もうちょっと待ってくださいね。はい四分経つと次のようなアナウンスメントが聞こえます。 はい、よろしいですかこのプッて音が聞こえてから2分、えー、レコーディングをしてください。えー、2分経つと、えー、レコーディングが、えー、なくなりますので、えー、気をつけてください。よろしいですかちょっと失礼します。はい。よろしいですかじゃあ皆さん、えー、っと、リスト5。 えペ、ー、アデックを使ってお願いしますえー、っとジャパニーズトイズ or an, and or games どうですかみなさんたくさんゲームをしますか日本の何か遊ぶもの知ってますかどうでしょうか皆さんはどんなジャパニーズトイズをしてますか てますかどうでしょうか皆さん日本のゲームしますかはいじゃあえっ、ー、と答えを皆さんの答えを見ていきましょう。あっすごいですね。プラレール。あトミカこれあの 日本のおもちゃの会社ですね。あ、プレイステーション、ニンテンドー、あ、すごいですね。皆さん、ニンテンドーの漢字覚えましたかあ、将棋も、すごいですね、皆さん。漢字、あ、けん玉、けん玉、あ、そうですか、皆さん、けん玉知ってますかえっ、ー、と、パズドラ、あ、そうですか、パズドラ、他にはどうですかあ これは、えー、動物の森、集まれ、動物の集森。今、とても人気があるようですね。はい、ニンテンド、いいですね、えー。パズドラ。はい、日本にあ、皆さん、将棋、皆さん、将棋しますかはい。どうもありがとうございます。ございますえー、もう少し時間があって、ゆっくり、えっ、ー、と、ね、考えてリストを。 書いてくれと皆さん、けん玉ちょっとあのブームが終わりましたね。あじゃんけんぽん、そうですね。はい、プレイステーションもありますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。はい、じゃあ、えー、5つの例を挙げて発表する、えー、CPP ですね。では、えーっと、採点をしてみたいと思います。まず、えー 簡単にもう一度ルーブリックスを見てみましょう。いいですかえっ、ー、と、また4か3か、皆さんに答えてもらいます。4は、Almost all aspects ですね。で、Generally organized. でも、inconsistent ですね。で、Cultural Information、Some inaccuracies、ね。で、3は、Not all aspects ですね。で、Lack Organization。そして、 チュインシンこれが4と3の違いになります。では、えー、っと、これ、ルーブリックスのことを考えながら、あら、すみません、ちょっと動かなくなってしまいました。はい、じゃあ、えー、っと、 では、えーと、ルブリックスで、えー、スコアを考えながら聞いてください。えー、ここに日本,の、えー、日本語の文もありますので、参考にしてください。よろしいですかお願いします。Cultural Presentation Sample B The following response received a score of 4. はじめまして申します。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今日は日本語の、日本のゲームが話します。聞いてください。一つのものは語です。語は日本語の、日本の古い、えー、のゲームです。 今日 <coughs> はずっと難しい次の日本のゲームは将棋です将棋は少しチェスが同じと思いますカタ次の日本のゲームはカレタカルタは日本のカードゲームです 次の日本のゲームは、いろいろのゲーム、えーと、テレビゲームがあります。日本はたくさんのテレビゲームが作りました。えっ、ー、と、セーガーとソーニーとニテンドーとスクリーックスが、えっ、ー、と、たくさんのテレビゲームが作りました。えー 僕。僕の意見が。日本の、日本のゲームが。ずっと楽しい。と思います。日本のテレビゲーム、日本のゲームが好きです。日本のゲームは。ち。いろいろの、日本のゲームが楽しい。と面白いと思います。よろしくお願いします。え、お。 はい。えー、では、みなさん、どうですかこれはスコア3ですかスコア4ですかはい。みなさん、どうもありがとうございます。答えはどうでしょうかああ半分ずつに分かれましたね。はい。ありがとうございます。じゃあ、答えはこれは 4です。はい。えっ、ー、と、オールアスペクトですね。はい。えっ、ー、と、ここまた、えっ、ー、と、皆さん、えー、一度、えー、もう一度、えー、時間を作って読んでみてください。よろしいですかすいません。急いで申し訳ありません。えー、次の、えー、サンプルを聞きたいと思います。えー、次のサンプルは、えー、6のサンプルです。 えー、これも皆さん参考になるかと思います。えー、聞いてください。いいですかお願いします。Cultural Presentation Sample A The following response received a score of 6. あ、こんにちはみなさん。私は、X、と申します。今日、日本のゲームについて話します。じゃあ、まずは、たまごちです。たまごちは小さい動物みたいで,ですがあ、動物がビデオゲームみたいです。友達はアメリカでとても人気です。次に、ニンテンドーです。ニンテンドーは ああ小さい箱にいるビデオゲームです。Nintendo でいろいろなゲームをああします。じゃあ、第3には Wii です。Wii も日本のビデオゲームですああ。日本が作ったビデオゲームですが、アメリカで Wii がとても人気です。Wii はとても楽しいとだと思います。 あ第4位はフルーツバスケットです。フルーツバスケットは子供のゲームです。あ私の意見はフルーツバスケットはアメリカのミュージカルチャレンあーみたいですあ。最後にポケモンです。ポケモンは日本のビデオとカードゲームです。ポケモンはあいろいろな 動物と化け物ですあ少し変だと思います <laughs> これは以上ですあ,ありがとうございますあ日本でいろいろなゲームがありますとても面白いですあじゃあ,ありがとうございました End of student sample A. はい、えー、これはとても素晴らしい、えー、発表でしたね。えー、これは、えー、2016年の、えー、フリーリスポンスの、えー、問題ですので、ちょっとあの皆さんには、えー、古い昔の、えー、ゲームの、えー、話が出てきたかと思います。もう本当に。 ゲームはもう毎年毎年新しくなりますからはいではえっ、ー、とここにまた、えー、コメントもありますので皆さん自分の時間で、えー、この6を参考にして頑張って、えー、いいスコアを取るように勉強してくださいそしてえっ、ー、と今まで皆さんにお話したのはここに、えー、リンクがありますので また皆さん、自分で、えー、勉強してください。お願いします。はい、ではちょっと休憩で、また、えー、皆さんにピアデックで、えー、答えてもらいます。よろしいですか。はい、今度は、この5つのものは、 CPP のトピック、何でしょうか。任天堂さっき出てきましたね。トヨタ、三菱、ホンダ、日産。5つ例があります。皆さん、どうでしょうか。皆さんが聞いたことがあるものばかりだと思いますが。 どうでしょうかはい、いでは皆さんの答えを、えー、一緒に見あ日本のブランド、いいですね。日本の、えー、会社ですね。あちょっと途中ですか。あ日本から来たブランド、そうですね。えっ、ー、と、ブランドの名前。あ Japanese company ですね。はい、ありがとうございます。そうですね。皆さん、もうあの聞いたことが。あるものが多いですね。任天堂えー。これは皆さん。任天堂 switch ですね、えー、もう b は古くなってしまいましたね。はい、えー、トヨタトヨタたくさんいろんな車を作ってます。三菱。 え皆さん三菱の車を、えー、知っていると思いますが三菱は飛行機も作っています三菱は銀行も持っています、えー、第二次世界大戦のゼロ戦ジャポニーズジェットファイターゼロも作ってましたねそしてこれはホンダ、えー、ホンダ はアメリカでは車がとても人気がありますが、日本,日本でも車は人気ですが、このオートバイ、えー、英語ではモーターサイクルもとても人気がありますね。そしてこれは日産、トラックです、えーと。英語ではピックアップトラックですか。はい、えー、この CPP のと 皆さんが分、えー、かっているように、えー、ジャパニーズコーポレーションですね。はい。えっと、世界でよく知られてますね。はい、では次の質問です。えー、今度は、えー、CPP のトピックはジャパニーズフーズになります、えー。5つありますね。五つの違う種類の 日本の食べ物があります皆さんはこの中で、えー、どれが一番食べたいですか今食べたいものはどれですか選んでください。これはとんかつ。とても熱いお肉ですね。そしてこれはラーメン。たくさんチャーシューが入ってます。そしてこれは天ぷら。天ぷらはいろんな種類がありますね。エビとか 魚野菜もありますね皆さんは、えー、とアイスクリームの天ぷらを食べたことがありますか私は一度だけ日本で食べたことがありますまあまあでしたはいこれは刺身ですね刺身はご飯がありませんそしてこれは寿司ですねとてもいろんな種類がありますねどうですか皆さんもうお腹が空いてきましたか え、ピの勉強、頑張ってますね。はい、じゃあ皆さん、どうでしょうかあ、<laughs> わあ、すごい、すごい。あ、みんな食べたいから一番真ん中ですね。あ、すごいいいアイデアですね。はい、ありがとうございます。あ、とてもいいですね、これ。はい、大好きです。あ、皆さん、お刺身好きですかあ、そうですか。美味しそうな。 お刺身ですね。はい。あ、まだいろいろ決まらない人もいますか。全部食べたい。あ、ここいいですね。はい。ありがとうございます。いい考えですね。はい。えー、ではありがとうございます。じゃ次の質問です。はい。えー、これも C.P.P. のトピックはえっ、ー、と Japanese food です。 えー、先ほどは、えー、っと5つの違う日本の食べ物を、えー、リストしました。バースペクしました。でも、例えば、寿司の1つの日本の食べ物にフォーカスして5つの違う種類のお寿司の、えー、例を挙げてお話ししても大丈夫です。 一つのものに一つの日本の食べ物で5種類違う種類のことを言って5アスペクトでも大丈夫ですじゃあ皆さん今度はどうですか皆さんの好きなお寿司はありますか、えー、私はここにお寿司は食べませんと書きましたが AP では必ず5種類を5アスペクトをお話ししてください さあ、皆さんの好きなお寿司はどれでしょうかあ、あ、<laughs> いろいろ動いてますね。あ、皆さん。あ、そうですか。うなぎは結構人気がありますね。皆さん忙しいですね。どれにするか迷ってますかはい。あ、鮭も人気がありますね。鮭はあの、アメリカ。 で、とても人気があるというふうに聞きました。いろいろ迷ってますかはい。じゃどうもありがとうございます。はい。では、えー、っと、休憩が終わったところでもう一度練習します。はい。えー、これはもう一度、えー、っと、また、えー、っと、オーガナイザーを用意してください。そして、 今度は Japanese Geography の5 aspects をお願いします。いいですかでは、一緒にオーディオを聞いてください。Present your own view or perspective on Japanese Geography.Discuss at least 5 aspects or examples of Japanese Geography. Begin with an appropriate introduction, give details, explain your own view or perspective, and end with a concluding remark. You have four minutes to prepare your presentation. 4分たつとまたアナウンスメントか聞かれます ちょっと待ってくださいね。You have two minutes to record your p r e s e n t a t i o n この「ぷ」っていう音のあとで、二分間発表をしてください。お願いします。 では皆さん、えー、と5 aspects of Japanese geography。皆さん、えー、リストしてください。フ、え、ェ、ー、アデックで皆さん、タイプをお願いします。えー、すみません、ちょっと時間がありますので、一緒に見てきます。あ、新幹線で行ける。そうですね。日本は新幹線で、えー、と北海道から九州まで きますね。あ、小さい国ですね。はい。あ、海で海がある、そして津波が来ますね。あ、日本アルプス皆さんよく知ってますね。三、えー、<ん>はい。長い島国ですね。そして海がありますね。山があります。ありがあ、すごいですね。漢字がいっぱい。火山山島海でいろいろな地方があります。 はい。ありがとうございます。いいですかじゃあ、また、えー、っと、皆さんに、えー、っと、サンプルを採点してもらいます。じゃあ、ルーブリックスもいいですか ?4 か3かで考えてください。よろしいですかでは、Cultural Presentation Sample B こんにちは。今日は日本の地理について発表します。まず、山です。Uh, uh, 日本で、uh, 富士山があります。富士山は、uh, とても有名山です。Uh, 第二に島です。実は日本は島です。Uh, 日本でい、uh, たくさん島があります。Uh, 第三に川です。 日本で川は綺麗くて静かです。それから、第四に温泉です。あの日本で旅館の外で時々温泉があります。静かもうありし、もう静かです。最後に、 あ森です。あ日本であたくさん森があります。森でいろいろな動物動物があります。あ絶,絶対あ、日本の地理は面白くてかっこいいと思います。ありがとうございます。 End of student sample B はい、みなさん、どうですかあ、すいません。えっ、ー、と、みなさんの答えを見る前にスコアを出してしまいましたね。はい。あ、みなさん、4が多いですね。はい、正解です。はい、すいません。えっ、ー、と、また、えっ、ー、と、読んでおいてください。お願いします。では、えっ、ー、と、6のサンプルも聞いてください。 お願いしますこれから日本の自然な環境について話します、うん、一つ目は日本でえ日本はとっても小さくて小さくてアちったく小さくてア、うん 天気は夏に蒸し暑くて、冬にあ雪が降ります。あ二つ目は、えっと、日本はあ島で、えっと、その中にあ富士という山があります。それは、えっと、あ登るのができます。あとてもきれい、大きい山です。あ三つ目はあ日本で 日本は海がとても、日本に行ったら海がとても行きやすくて、海岸を行け、行ったらすごく綺麗でリラックスできます。4番目は、北海道は日本の北にあるところで、大きい公園や大雪山 というえっというがあ,ありますあは。そこでハイキングあできるしとても綺麗な自然を見えることができますあ5つ目はあ北海道にも富良野という街がありあそこでとっても独特なあ花ラベンダーのフィールドが見えることができます 私の意見は日本の自然がとっても綺麗だと思いますとっても素晴らしいところですはいそれでは以上ですありがとうございますはい皆さんどうもありがとうございました、えー、またここにも、えー、コメントがありますので皆さん、えー、また 時間を作っ、て読んでくださいああ,あ、すみません、私、ちょっと今。はい、では、えっ、ー、と、今日の、えっ、ー、と、リンクがこちらにありますので、また、えっ、ー、と、AP セントラルに、今までのフリーリスポンスがありますので、えー、皆さん、えー、もっと勉強する時間がある人は、頑張ってください。はい、今日のまとめです。 はい、トピックそして自分の知っていることに集中して発表してくださいそして間違いを気にしないでくださいよろしいですかはいえー、っとあまり時間がありませんが皆さんジゴーグラフィー、えー、日本の地理を勉強しましたね皆さんが一番好きな自然はどれですか 日本は山がたくさんあります。これは温泉ですね。日本は火山の国で温泉があります。これは、えー、日本ザルで有名な地獄谷の写真ですね。えー、日本はたくさん、えー、雪が特に日本海側はたくさん雪が降ります。これもきれいですね。これ合掌造りです。えー、これ日本は川がたくさんありますので。 川下り船で、えー、川を下る観光もありますそして日本は海で囲まれていますね島国ですね皆さんの好きな自然はどれでしょうかどうですかあ、皆さん、えー、雪の日本もいいですねはい、ありがとうございます えー、これは私からのメッセージです、えー。日本語と日本文化は面白いです。皆さん、賛成ですか反対ですか、えー、どうでしょうか日本語と日本文化は面白いですので、皆さんがこれからまたもっと日本語と日本の文化を勉強してほしいと思います。 どうでしょうかあ,ありがとうございます。はい。では、皆さんはもうすでに勝ち組です。もう AP をここまで頑張ってきました。AP のテスト、えー、頑張ってください。自信を持って頑張ってください。では、また、えー、フィードバックをお願いします。えー皆さん えー、2週間、本当にどうもありがとうございました。AP ライブレビューで皆さんが自信を持って AP の試験を受けられるといいと思います。えー、キャロリン先生も私も皆さんを応援しています。ありがとうございました。さよなら。